皆さんこんにちは。イマジョン実践系大学の藤井です。え今日も実践系大学で学んでいきましょう。え今日はえ昔からよく言われてます選択と集中。まあ、何かあると選択と集中という言葉がですねよく聞かれます。まあ、こういう神話が間違いだっていうえこういうお話をしたいとこんなふうに思います。はいまず自己紹介です。え今千葉商科の大学院で、えー、客員教授として計画を教えています。 また、株式会社イマージョンっていう会社はコンサルタント会社を経営して、自分自身も現役コンサルタントです。人を大切にする経営学会の常任理事事務局長として取りまとめを行っています。じゃあ、本題に入ります。まずですね、よく選択と集中、この神話が生まれた背景について確認してみたいと思います。経営学をね、勉強した方はご存知の通り、ポートフォリオマネジメントですね、4つの ボックスに分もともとポートフォリオっていうのは海のの、ね、商人の方から来てます例えばリラだとかですねそれからドールだとか円だとかいろんなところでですねそうするとですねバラバラの国のお札を一つの財布に入れてるとごちゃごちゃになっちゃうんでお財布を分けたっていうのがこのポートフォリオマネジメントの由来だとこんなふうに言われてます。でそしてですね これちょょっと広げてみましょうかねこれはねボストンコンサルタンティング会社が1970年代にまとめたものです市場占有率が高いか低いかですねそれから市場の成長率が高いかどうかってことで市場占有率が高くて占有率が低いこれはカイノウナというあるいは成長はしてるんだけど占あの成長率も高いこれはこれから花形とこういうふうに言われました。 そして「占有率が低くて市場は成長する」「まままだまだ育ってないなで問題児って言われました逆に占有率も低いし市場も成,あの成,あの成長しない」と「これ負け犬」こんなふうにしていろんなボックスに分けてそれぞれのです、ね、ボックスごとの対処方法を考えたと考えてマネジメントしようとこういう考え方です。でこれはですねもともとこちらから来てます。ライイフサイクルですね 最初ですね、新しいものを作ってそしてだんだん売れてやがて成熟してそして衰退していくというような時にここに先ほどお話した問題児だとか花形金の長キちょうどピークの時に一番稼げるわけですねそしてやがて衰退していく負け犬とここからですね来ておりますこれはねちょっとこれからお話しするための前段で一応確認ですこの方ご存知でしょうかジャック・ウェルチっていうね GE の CEO で、まあ、一番有名な方じゃないですかね特に日本でもねあの私も一回だけ日本で聞いたことがありますジャックでした、ね・エイサねまだお元気な頃ですねもう何え、その時にねおっしゃってたのがナンバーワンナンバーツーにならない事業は全部撤退ということで当時ですねナンバーワンナンバーツー戦略なんこんな話が、ね、日本でも大流行しました実際はどうするかっていうことなんですけども え、百以上の事業をですね、再編を、まあ、ジャックエリチョーが行ったってことですね。まあ、もうちょっと細かくね、えー、確認してみると、百十八の新規事業を作って。七十一の事業を売却してということにして。えー、まあ、まただ撤退ということにして、まあ、売れるとこ、ろ成長しているところに、まあ、集中したと。こんなことがあります。その時の日本の背景どうだったかということです。え、千九百九十一年、バブルが崩壊しましたってことですね。 そうするとそれまではですねいろんな事業で新規事業で、えー、かなりやってましたね例えば NTT さんの私一度どうかなと思って調べたことがあるんで155とかですねまあ特に大きな会社というのは NTT に限らずたくさんやってました中には儲かってる会社もありましたけど当然ですね150とかまあそこまでいかなくてもですねたくさんやってますとまあ当然ね収益が低いとえこんな事業も出てくるわけですね でその時にね、えー、こんなことはちょうどあったと思います。あの外資系のコンサルタントが日本に参入してきました。まあマッキンゼー、ボストン、まあその他ですね、いろんな会社が来たと思います。まあその方がですね、どちらかというとまあ効果効率の経営ですから外資系ですからね。えー、そうした時に、えー、このですね、まあナンバーナンバーツ戦略じゃないですけども、ドラスティックにですねやめてったという、えー、こんなことがあります。 まあある意味でね日本の企業もうまくねコンサルタント会社を使って自分たちが辞めるとなるとどうしてもまあ帰り仕じゃないですけれどもまあリストラともらいますとねだからそれはコンサルタント名を借りてやったっていう面もあったんじゃないかなというふうに思いますえそしてですね当然ですねそれに引っ張られるようにマスコミあちょっと誤字ですねの新聞だとか書籍がですね選択の集中というような特集をしてこれからは 事業を絞り込むんだとえこんなこともね盛んに言われたと思いますでさらにね、こういう言葉もお聞きになったと思いますえコアコンピタンス系えコアの強みに絞り込んだ系をやっていこうとえこういうことでハメルとプラーダという方が本を出してこれも日本でも大ブームになりましたえこの時ちょうど同時期ですかねえ覚えてますけど日本にもお呼びして私も直接お話聞いたことがありますマイケル・ポーターですねえポジショニング政略って まあ、ポジショニング戦略って何かというと平たく分かりやすく言えばどどここここでででで商商売売をすすすすれればば儲儲かるかかかるるととというね、まあ、もうちょっとね身近なことで言うとヤンキースでプレーをしているか私も広島ファンなんですけど広島でえプレーしているかによって年俸が違うと、まあ、こんなことと同じことですね。と、ま、りあ例えず大リーグでやっているのと日本でやっているのは年俸が違うんで日本の選手は海外に行ってしまうと、えー、こんなこともあると思います。 まあどこでもビジネスするのが重要とです、ね、じゃあそうじゃないんだよってことで当時ですねビジネス誌でハーバードビジネスレビューで、まあ、何回も特集やってましたねバーニーって方バーニーって方がこんなこと言いましたさっきのコアコンテンツ系に近い考え方なんですけどもいかに経営資源を蓄えたか競争の優位を左右するんだとですからしっかりとして力を蓄えなきゃいかいろんな資源を蓄えなきゃいかということで資源論というふうに展開しました。 え経営主義の、ね、お二人のね、えー、話もいいんですけども私日本の,あの方でミシナさんっていうね神戸大の先生がいらっしゃるんですけども、まあ、2000年ちょっとす過ぎですかね出された非常に面白い本があります、えー、経営不全の因果1000社、えー、以上のですね、まあ、日本の企業ですね分析されてそしてですねずっと長続きしている企業まあ一つはね、まあ、経営がころころ変わってないと社長が。 トップが計画変わってないということももちろん他の本に出されてますけどここの戦略不全の因果でメッセージしたことは何かっていうと長くついてる企業はまあ企業リッチっていう言い方をしましたけど少しずつ変えてたってことですねフィールドを変えてたまあさっきのマイケル・ポーターで言えばどこでビジネスするかポジショニングを変えてたとこんなことが挙げられますそしてですね日本の企業の集中例っていうことで ちょっとねこれよく出される例なんですけどもシャープ残念ながら台湾の会社に今ね参加になっちゃいましたけどもあのシャープは液晶に集中ってことで亀、ねまあ、山モデルっていうのが有名になりましたけども液晶にですね他の企業、まあ、特に外国の企業ですねこちらがですね低価格で参入してたと,とそうなるとどうしてもですねシャープの方がいい液晶うちの方がすごいんだって言ってもねユーザーから見たらわからないわけですよ そうすると、定格の方に流れて、結果的にですね、集中したところが厳しくなっちゃったということで、まあ、台湾の今、会社になっていると。こんなふうに挙げられています。まあ、これまで、どちらかというと、絞り込んじゃいけないところに絞り込んじゃったっていう、こんなことの、まあ、どちらかというと、失敗したえ例でよく取り上げます。じゃあね、選択と集中が必要な背景って何だろうと、必要な場合ってどの時だろうということなんですけれども、私はね、内部留保が、 なく利益が出てない場合は、これはもう選択と集中せざるを得ないんです。よろしいですね。あるいは場合によってはあまりにも広げすぎてしまった。まあ、今後のね。ちょっと非専門的な言葉で言います。とえ、今後のマリットディスカウントって言われますよ。資源が分散して効率が悪くなっちゃったといった場合はどうしても絞り込まれず追えないんです。で、そうするとですね。まあ、例えば倒産の危機の回避のために当然行う。今みたいな。コロナだとかリーマンショックだとか。 こういうういい大きななはもう絞りかまず追えないですね。そういう意味で選択集中はまあ何ていうかね意図的にやるっていうよりもそうせざるを得ないしまあそうしないといけない生きの,の見えないとこんなことがあります。じゃあ内部留保が余裕がある企業がそういうことをあえてやる必要があるかっていった時にある程度私は必要だと思うある程度は。あんままり分散してしてったら <laughs>、 よくないですから、ある程度は必要なんですけれども、しかしね、えー、逆に将来の目が出るものまでやめてしまうこんな可能性もあります。えー、そういう意味でね、選択と集中に関しては私は慎重にやるべきだなってこんなふうに、えー、思います。で、むしろ次の事業をまあ逆にはね、M and A するチャンスかなーと内部留があってね、で少しずつまあ企業のね、ありようをか変えていくと。えー、最近はですね、コーポレート トランスフォーメーションっていう言葉が流行ってますけど、まあ企業そのものの在り方が変わっちゃう在りようが変わっちゃうということもねあの当然あると思いますじゃあ選択,選択と集中の在り方って何かっていうことなんですけども一つはポイントですねえ本業回帰っていうあの神話もあります本業回帰っていう何かあるとすぐ本業に戻れといろんなことやっちゃダメなんだとあなたの本業はう,ちなんだうちの本業は何だ こんなこと言いますけどこれねあんままり考えずにに本業に戻っっちゃうととは、私は危険だなと思ってます、えー。むしろね成長分野に集中するなぜかというとどん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 時代変わっていくわけですから事業のライフサイクルがあるわけですからそうした当然ですねこれから伸びるところに資源を集中させていくっていうのは、まあ、当たり前最初にお話ししました、まあ、こちらの考え方ですね。 という形で集中させていくのは、ま、ある意味で当たり前です。ただね、資源論の、ま、ある意味気をつけなきゃいけないところは何かっていうと、集中して資源を蓄えたんですけど、その資源がですね、いらなくなっちゃったっていう、こんなことがあります。例えば、あの、ガラケーのタッチパレルありますね。スムーズに押せるという、ここに集中した企業がありました。その企業は、どうかスマホに変わると、いきなり会社はなくなっちゃったと。 ま、こんなことがあるんで、いくらそれがコアコンピュータンスだと言っても、そこに集中してしまうと非常にさっきのシャープさんじゃないですけども、リスクが大きいっていうことですね。それでよくね、まあ、考えなくちゃいけないっていうことです。はい、今日のまとめです。安易な選択と集中は危険です。もう本当にね、えー、繰り返し言われる方いますけれども、まあ、もちろんね、お考えで言ってるんでしょうけど、安易な選択と集中は危険です。そして2番目はですね、選択と集中が必要な場合は、 本業回帰じゃなくて成長領域に行くんだと成長領域はどこだってことをしっかり見極めるってことが2番目大事ですそして3番目特にですね、えー、中小企業はバランスをとる必要がありますまあ後ほどですね違う回でお話をしますけれども、えー、中小企業が一つのところに集中するっていうのは非常にいろんな意味で危険ですですから当然限度はありますけれどもある程度は分散させていくってことが、えー、長生きする上での引きです。で、は、す、い 今日はね、そんなことで、まあ、全てを否定しているわけじゃないですけれども、まあ、安易な選択と集中神話は間違いだと、こんなお話をしました。こういうような話を毎日朝ですね、7時にアップしていきます。平日は7時にアップしていきますので、一緒に学びたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また LINE の方もぜひ登録をお願いします。今日はどうもありがとうございました。